今回はですね、第12回を迎えました、岐阜保育研究会の、大会という形で今日はやってます。毎年、やってるんですけれども、保育者の皆さんに対しての実践講座、講座であるとか、あと親子を対象にした講座であるとか、あと子どもたちを対象にして学生が企画をした遊び広場であるとか、そんなことで一日、楽しく、そして保育者の皆さんには、しっかりと勉強していただきたいなということで、しています。できたかな。着陸して点数を競い合うみたいな感じの遊びです。子供さんは、2歳とかもしてるんですけど、その場合はこんな風に補助しながら乗ってあげて遊んでます。この遊びはグラグラ山といって、グラグラ山って名前はついてるんですけど、子供たちもこうやってグラグラさせてとか、グラグラこれはしないでとか、グラグラしながらグラグラ最初上がったりして、この味が楽しめるように、今形こういうものなんですけど、この年齢にも合わせて高くしたり低くしたり、子供たちが挑戦しやすいように挑戦してやってます。やっぱり子供に安心感を与えられるような信頼できる保育士になりたいです。笑顔が素敵で、挨拶を大事にしたいと思います。そうですね、子どもたちのことを一番に考えられる保育者になってほしいなということは思ってます。今何をしなければいけないのか、子どもに関わるだけでない仕事がたくさんあると思うので、それをしなければいけないのか、それとも今子どもを見てなきゃいけないのかというところを、しっかりと学んでというか、そういうのを考えて、ことできる保育者になってほしいなということを思ってます。この中で今日とか、経験をする中で子どもたちの目線であるとか、子どもたちの、行動であるとかっていうのを、少しは体験できていると思うので、そういうのを、実際にですね、学んで、まだ実習なんかでも、そういったことは学んできていると思いますから、そういう経験を生かして、ぜひ本当に子どもたちのために、子どもたちを一番に考えられる、保育者になってほしいなということを思っています。